はい、こんにちは。まあ、チャンネル前原です。はい、今日はですね、千葉県立星稜高等学校やってきました。はい、あれ、なんで高校やってきたのって思うかもしれないんですけども、ここなんとですね、日本で唯一のそう、昆虫館が高校の中にあるんだね。で、なんとこの昆虫館は学生さんたちが皆さん運営されてる、運営っていうか管理もね、含めてやってるみたいなので、ここにやってきました。じゃあ、ここ今日は見ていきましょう。はい、行きましょう。失礼します。おお、あ、標本があるね。いきなりヘラクレスがあった。こんにちは。チリクワガタ。網山関係とか印。岐阜町でもさっき。あ、ここにいっぱいあった。これゲンジボタル。これ確かホタルは一生光ってる。カミキリムシここから。姫貴婦町。姫タイプ。あ、これ桜つこの花の節かな。いや、でかいね。本物こんなサイズなんだ。でかいな。ゆうちゃん手ちょっと当ててみて。うわ、でかい。もう手のサイズじゃん。そうだね。これキアゲハ、アゲハ。フジイロクワガタとラクダール2匹と。これは作ってる最中かな。スマトラと。あ、すごいね。モルフォ系が。世界一美しい鳥。そうですよね。ケンタウルス5分のアクティオンで。アクティオン大きいね。すごい迫力。で、これがサイカブトかな。サイカブト、アクティオン、ヘラクレス。あ、もうこの柔らかい部分潰れちゃってる。あ、そうだね。あ、これヘラクレス、ヘラクレス。本当だ。カブトムシ、胸びろ枯葉カムキ、目玉枯葉じゃない。そうだね。あ、目玉カムキ。あ、惜しい。惜しい。いや、本当だ、目玉なんだ。本当だね。これ帝王ゼミだ。帝王ゼミ、すごいな。いいね。あ、17年、あ、17年ゼミ。なんか別名17年ゼミで、こんな小さいんだ。17年間も土の中にいるの？それで17年こうやって出てきたら超大量発生するんだって。昆虫クイズやってみる？あ、桜の蜜を普通にやってくる蝶。うわ、桜。少女わかんないもんね。ヒントトラだ。ヒントトラ。このうちクワガタムシじゃないものは？多分4だと思う。連続で4だ。葉書の時期がない。これはわかる。はい。これはこの A だね。この昆虫の名前は、あ、知ってる。あ、バイオリンもじゃね。パパ言っちゃったよ。これは足の数でわかるよね、きっとね。足の数とかじゃなくてもわかんのかな。足の数がヒントなんて。一文字カメノコハムシ。こんなんだ。うわ、でもでかい。このオケラも3本ということはやっぱダンゴムシだね。ガワどっち？これは簡単じゃない？うん。これは A だね。A。え？あ、そうなの？うん。もう一回。完全に B でしょ。B か。B？ だって君の答えでいいんだよ。そう、A ちゃんの答えで。確かにどっちもどっち。A だ。A がか。このクワガタムシはすべて同じ種類ですが、なぜ大きさが違う？幼虫の成虫の時に食べた餌の量によって異なる。幼虫の時に栄養をどれだけ取ったか、卵の大きさに関係がある。これは2だと思う。亜種ってわけじゃないよね。これは多分ほぼ全部ノコギリクワガタだと思う。全然違うね。でもこれはわかる。この昆虫の名前はこのハムシ。お出た出た。沖縄に生息するこの種類に近い昆虫の名前はテナガコガネ。お、ヒントを読んだよ。ヒント国の天然記念物やんばるの森。やんばるテナガコガネ。このうち最も長生きするクワガタムシはああ長生きする、うん、いや難しいねこれ。寿命はあんま A ちゃん分かんないんじゃない？分かる。これ日型、これが多分オオクワの仲間で、ノコギリ、ミヤマコクワ、これがオオクワだから、多分オオクワは4年生きるから、オオクワなの？うん、オオクワだったら長いもので5年くらい生きる。なるほどね、うん、よし。このうち桜の蜜を吸いにやってくるのが一番なんだな。一番だった。岐阜か。そう。で、一。この方もすではないのよ。正解4番。よっしゃ。これクワガタコガネだって。おお。鼻毛の意識がないのは正解。A。A だ。喜ってあれ何なの？お兄さんって言われました。ヤゴっているけどさ、あれってサメじゃないの？ヤゴは幼虫。お、正解。次は4番は？4番。この昆虫の名前正解。もう完全にこれがヒントだ。そうだね。昆虫ではないものはこれ裏返す。そうかそうか。A。よし。ダンゴムシ。足の数が多いもんな。これはガワどっち？ガワ。A。よし。本当に？触覚が違うんですよ。ああ、そうなんだ。ニシキツバメガっていう毒のある。ニシキツバメガ。毒があるんですねこれ。毒のが。へえ、面白い。正解2番。よし。幼稚の時に養護するだけ取ったか。だから人形も同じなんですよ。このまま正解。よし。正解。このうち最も長生きするクワガタは。4番。よし。よかったね。あ、じゃあ最初の問題だけ間違っちゃったんだな。もう昆虫博士。イエーイ。やったね。昆虫博士になりたいんだ。ああ。こんにちは。どこ？あ、本当だね。サンギだ。気づかなかった。黄金のサンギまで。本当だ。黄金のさなぎだ。すごいね。難しいよね。つに出た。つま紫ま。そうですね。でも今年早い。早いよね。日本一綺麗なさなぎ。本当ですね。本当だ。ああ。本当サイが下に持ってる。乾かしてるサイじゃないですか。そうです。他のサイはあるんだ。他のサイは。この歯にそっくりな蝶3匹いますって書いてあった。1、2、3。あ、本当だ。いた。見して。これ筋肉とかがある。うわ、こんなになってんの。あんま見ないもんね。あ、広げられないよね。あ、やめとこうか。ちょっと動いてみようね。やめとこう。面白い。僕が現役の学生だった時代にやったものなんですけど。あ、油飯を食べる。そう。でね、これね、ここにほら見て、これ白についてるでしょ。接着剤ちょっとつけて飛ばないようにしてるのって。しばらく経つと剥がれるんだってさ。すごいよね。これで油虫食べてもらうんだ。まあ幼虫も、あ、これ油虫って言うんだ。そう。幼虫も聖地に食べるから。これはこの学校が最初に開発して、特許も取得。ああ、すごい。はい、ということで今回は千葉県立成田清涼高等学校の昆虫館でした。なかなか面白かったね。何が良かった？クイズ。昆虫クイズ？ああ、楽しかったね。すごい、もうね、学生さんでこれを管理されてるっていうのがすごいね。気になった方はですね、説明概要欄の方にリンク貼っとくんですけども、月に1回しか空いてないみたいなので、来たい方はぜひちゃんと情報確認してから来てみてください。それと、今年の全国昆虫館巡り、これを皮切りにスタートしていきたいなと思いますね。楽しみだね、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、それとチャンネル登録はいつものとこからお願いしますそれと今回のおすすめ動画はいつものとこに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録はこんなところからよろしくねということで今回以上でございます。バイバーイ。